美味しいの？ほらほら、いい子いい子。今ミルク持ってきてあげるからね。私は動物が大好きです。中でもワン君と来たら、どんな種類の犬でも可愛くって可愛くって。でも雑種が一番好き。子犬が捨てられてると胸がキュンと痛くなって困ってしまいます。私の家には今一匹しか犬はいませんが、その犬は16年もいますかね、もう人間と同じなんです。名前はパコ。パコ。もうこれは純粋の雑種の中の雑種。私の夢はもし叶うなら、広い土地に大きな小屋を建てて、捨てられたかわいそうなワン君たちを何十匹でも何百匹でも飼ってやって、幸せにしてやりたいなと思うんです。この間ヨーロッパツアーで外国旅行をしましたが、イギリスに行った時、私の思い出に残ることが2つありました。1つはロンドンの動物園でパンダをゆっくり堪能するまで見られたこと。あちらでは日本と違って日曜日なのに、パンダの前にも人がほとんどいないんですよ。ですからパンダの檻の前でじーっと見ちゃって、時間がないからとせかされて、しぶしぶパンダとさよならしたんですが、可愛かったな。もう一つはね、ロンドンの繁華街ピカデリーの近くのハイドパークで犬に運動させている老人と出会ったことです。人生の酸いも甘いも噛み尽くしたような、それでいて品のいいおじいさんは、ニコニコして大きな犬、シェパードだったと思うんですけど、その犬と一緒に歩いているんですが、ふと気がつくと、その犬の歩き方がちょっと変なんです。他にも犬を連れている人は何人もいましたが、どこか変わってるんです。で、よーく見るとね、なんとそのシェパードは前足が一本ないんです。私は感動しました。体の不自由な犬をまるで我が子のように優しい目で見守っているそのおじいさんの澄み切った目の色に、心の温かさに。
愛を捧げて裏切られてもそれでも子犬は信じているのね優しく抱かれる幸せを何をしようと自由になったはずなのに愛の鎖が懐かしくすがりたいのです私のように頬を寄せ合う子犬と私愛することしか考えられない夜明けが近づく街の空誰と私のこの歌は私が出演した大好きなショーラブラブラブという中で歌われた歌ですがこの歌には懐かしい思い出がありますこのショーのために歌手としてのオーディションがあったんですがその時私は上がってしまってねでも運よくオーディションに通って舞台で初めてソロを歌わせていただくことになりました本当に嬉しかったそれからね、初舞台の頃っていうのはいろいろ失敗がありましてね、ラインダンスがありますでしょ？そのラインダンス、ロケットっていうんですけど、みんなが赤い靴履くのに、私一人だけ銀色の靴履いちゃって、えいって足を上げたら、赤い靴の中にほら、あの銀色のピカピカの靴を履いてるでしょ？あーっと思ったら目の前が真っ暗になって、背筋がゾー。周りの人はみんなびっくりしちゃって、踊りはバラバラ、メタメタ、みんなから散々怒られました。それもまた二度もやっちゃって、みんなに、レモンパー、レモンパーっていうのは水の中にレモンを絞ってお砂糖を入れるのがレモンパーって言うんですけど、それをみんなに奢って許してもらいました。本当に根っからのおっちょこちょいで本当に困っちゃいます。これも。ラブラブラブの中で歌ったレスト私の好きな歌です夢夢が黄昏れて淡く雨に濡れ静かに虹に映え甘く音もなく流れ泉に注ぎ君の心に愛に歌う君の
幸せ破らないでおくれ。このままでいつまでも夢よ。私の趣味はいろいろありますが、車を飛ばすこともその一つです。もちろん普段は安全運転ですよ。でもね、一度でいいからコースに出て世界記録に挑戦してみたいなーなんて考えてます。女だたらにちょっと厚かましいかしら。私の着てるのはだいたいいつもラフな服装で、ジーパンにシャツ、ブーツなんて格好してるんですけど、でもその色なんかは乗ってる車に合わせるように私なりにおしゃれしてるつもりなんですよ。私のデータ、私の名前はアンナ・ジュン。ニックネームはミキちゃんとかおとみとかいろいろありますけど、お好きなように。出身地は大阪府池田市、出身校はバイク学園です。誕生日は7月29日。身長は164センチ。体重は48キロぐらいかな。バスト、ウエスト、ヒップはわかりませんわ。靴のサイズ、これは大きいんですよ。24.5。だからね、ブーツは男物も履く場合があります。血液型は B 型。好きな花は白い百合がたくさん。それからフリージャ。趣味は絵を描くこと、ピアノを弾くこと、車、麻雀。お酒はね、薄い水割りだったら3杯、日本酒ならお調子1本ぐらいかな。それから初舞台は昭和40年3月、我ら花を愛す。思い出の舞台はシャンゴ、星の牧場、我が愛は山の彼方に、愛のコンチェルト、ララファンタシーク、茜さす紫の花、そしてベルサインのバラ。好きな俳優さんはジェラール・フィリップ、ピーター・オトゥールにリノ・バンチュラ、それから昔のジャン・マレー。私が宝塚へ入ったのは住谷花代さんなどが出ていられた頃の舞台に引き付けられたからなんですけど、でも本当は私の両親が宝塚ファンで、その影響が大きく、オーバーに言えばお腹にいる時から舞台を見ていたと言えるかも分かりませんね。ですから今私はとても生きがいを感じています。苦しいことも辛いこともありますけど、皆さんに喜んでいただける舞台を一生懸命頑張っていきたいと思っています。私の星は一つだけ、あなたを愛しているのに会えないから重い病気になりました。雲のベッドに包まれて天使に診察受けました。私の星が泣く夜は街に夜露も降るのでしょう。遠い空の果ての冷たい星はあなたです。こんなに愛しているのに会えないから熱で苦しく
なりました。銀の流れに冷やされて天使に看病されました。私の星が呼んだから、窓も夜風になるのでしょう。いつか空も晴れて私の星はよみがえる。こんなに愛しているからきっと星も生きる幸せ知るでしょう。神が見守る病院で天使が治してくれるでしょう。私の星が祈るので鐘が夜明けを告げるでしょう。「私は子供の頃画家になりたいと本気で考えたことがありました。絵を鑑賞するのはもちろんですが、自分で実際に絵筆を握るのが大好きなんです。ローランさんやシャガールなどが大好き。私の描く絵もどちらかといえばそんな傾向だと言われます。私が絵を描く理由を無理に分析すれば、舞台に立っている時の感動とどこか通じるところがあるせいかもしれません。キャンバスに向かって絵筆を動かしているときは、他のことはすっかり忘れて、それだけに夢中になります。その感じがステージで一生懸命歌ったり踊ったりしているときと、とてもよく似ているような気がするんです。私の絵はほとんどが油絵ですが、水彩画もやります。今はガラス絵というのに挑戦しています。ガラスの板に絵を描くのですが、とても綺麗な感じになりますよ。ちょっと恥ずかしいんですが、二度個展を開いたりしたこともあるんです。この歌は私が詩と曲を作りました。初めてなんです。聴いてください。私が出会う不思議な夢の中、それは青い空の中二人だけなの。あなたの声がささやくの。あなたとどこまでも、たとえ死んでもいいわ、あなたとならば。あなたと私が出会う夢の中、それは真っ赤な夕日が二人を照らす。
誰もいない国へ旅に出よう。今すぐに夢が覚めないうちに。私は映画をよく見ます。最近は仕事の関係でなかなか見に出かけるチャンスがないんですけど、前は封切られる外国映画をほとんど欠かさず見たものでした。中でもカラーでない時代のフランス映画がとても好き。なんとなくフランス映画は哀愁があって、それが白黒の画面にぴったりで、その上どの映画もラストシーンが素敵だったなぁと今こうしていても目に浮かびます。映画といえばこんなことがありました。この間、真夜中のパーティーっていう映画を見に行きました。この映画は以前に見たんですけど、とっても感動しましてね、どうしても見たいなと思っていたら神戸でやるっていうんです。ベルサイユのバラの公演中でしたけど、どうしても見たくって夜中の3時から始まるその映画を見に行きました。そしたら満員のお客様で座るところがなくって、新聞紙をもらってその上にべったり座って見たんですよ。終わったら明け方の4時、いや5時かな、5時過ぎてました。これがバレましてね、上級生に怒られました。でも怒られても平気、好きな映画を見たんだから本当に嬉しかったです。Make this change.
feelings coming over me. There is one night most everything I see. Not a cloud in the sky, got a sun in my eyes, and then won't be surprised if it's a dream. Everything I want the world to be is not coming true, especially for me. And the reason is clear, it's because you are here. You're the nearest thing to heaven that I've seen. I'm on the top of the world looking down on creation, and the only explanation I can find is the love that I've had ever since you've been around. Your love put me at the top of the world. I is telling me nothing around the city. In the leaves, on the trees, on the touch of the breeze, there's a pleasant sense of happiness for me. There is only one wish on my mind. When this day is through, I hope that I will find that tomorrow will be just the same for you and me. All I need will be mine if you are here. I'm on the top of the world looking down on creation, and the only explanation I can find is the love that I've had ever since you've been around. You lost me at the top of the world.宝塚の舞台では男役女役私は両方ともやりますけど、やっぱりショーをやってる時は一番楽しいです。そのショーの中でシャンゴっていうのがありました。確か42年ぐらいだったかな。これはいわゆるアフリカものなんですけど、その振り付けをなさったパディ・ストーンさんという人がいます。この方の印象は強烈なんです。演技でも歌でも完璧を望む方で、鬼のストーンというあだ名そのままの激しい稽古でした。夏の暑い時で肉体的精神的な緊張の連続でバタバタ倒れる人が出ました。看護婦さんが注射器持って立ってるんです横に。そのぐらい激しい稽古でした。何しろ怒鳴られても言葉が向こうは英語、こちらは日本人ですからね、全くその何を言われてるかわからなくて、ただニタ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 笑ってたんですけど、何しろ大きな声で怒鳴るんですよ。その声に圧倒されてもうこちこちになってお稽古しました。だからもう精神的に参っちゃってね、ガリガリに痩せちゃって食事が喉を通らないんです。みんな飲み物かかき氷を食べて水分だけでお稽古しました。だからもう皆さんに本当にお見せしたかったです。あのお稽古初日が空いた時はね、もう嬉しいのと、なんかそのお稽古から解放された感じで恩を泣きました。もうそれは忘れられないです。でもあんなお稽古に耐えてきたっていうことは、これからどんな辛いことがあっても耐えられるなと思ってストーンさんに感謝しています。
今は机の上で一人ぼっちで涙を流しているのです。ドアの向こうに海はないけど、ガラスの人形は開けてみたいの。壁にかけた海の写真の中で泳ぎ、真っ赤なヨットのあなたのそばで歌っているの、恋の歌を。でも今は夜更けの部屋で、ほこりまみれで涙に溺れているのです。ガラスの人形は思い出します。いつか誰か言った、私の胸を覗き、心のかけらも見つからないと、あなたに恋をしていても、愛の辛さに涙を流しているのです。私はお化けの話が大好きですから、ゲゲゲの鬼太郎とかね、ああいった漫画が大好きなんです。よく楽屋なんかでお化けの怖い話をすると、つれちゃんなんかがそういうお話が大嫌いでね、キャーキャー逃げ回るんですよ。また面白がって私がするもんだから、もう泣いちゃうんじゃないかと思うぐらいです。でもそういう話してると一晩中でも起きてて話しちゃいます。誰か一緒に話したいな。できればお化けと親戚になりたいな。変わってるかな。でも怖い話っていうのはなんとなく素朴で哀愁があるんじゃないかな。風もないのに雨戸がきしむ、そんな夜は怖いぞ怖い。夜更かしする子、休める子を連れて行こうと、爪小僧が覗いてる雨戸の隙間から覗いているのさ。お化けお化け怖いぞお化け。
なってるのに自分の影が見えない。道は怖いぞ怖い、夜遊びする子や嘘つきを欲しい欲しいとのっぺらぼうがつけてくる。足音忍ばせてつけてくるのさ。お化けお化け怖いぞお化け。雨が降ったり止んだりしてる、そんな晩は怖いぞ怖い。勉強しない子いじめっ子、食べてみたいとからかさお化けが探してる。下なめずりして探しているのさ。お化けお化け怖いぞお化け。私の初恋は小学校3年生です。その男の子は転校生なんですけどね、同じクラスに入ったんです。色が浅黒くて背が高くて、勉強はできるし運動はできるし、みんなの憧れの的だったんです。私なんかもう鼻も引っ掛けてもらえなかったけど、でもその子に憧れて憧れて、一緒に学級委員になりたくってね。でもその子はいつも1学期の学級委員になるのに、私はいつも2学期の学級委員で、とうとう最後まで一緒になれませんでした。卒業してから駅でばったり会ったんですけど、全く変わっていまして、もう眼鏡をかけちゃってね、パッと見ただけじゃ分かんないくらいでした。会わなきゃよかったなと本当に思ったんです。でもその人も私が好きだってことをきっと知ってたと思うんですよ。覚えてるかな？好きなのです。とてもあなたの押して風が出て、渚のクラブで二人になるのです。なぜか震える私の髪に刺してくれるのですね。浜ゆうの花浜辺の潮風絡め合う指先に夕日のかけらが
すがっているのです。何も言えない私の胸を波が揺らすのですね。悲しみの色にそんな気になるのです。明日の思い出つらいのです。とても渚の夕べはさよならもしないのに、キャンドルランプは消えてゆくのです。残りわずかなコーヒーさえも飲めば泣けてくるのです。別れたくなくてそんな気になるのです。明日の思い出今度は私の隠し芸です。公演が終わった後にみんなでワイワイ集まってビール飲んだりジュース飲んだり、そういう時に歌うんですけど、お友達に教えてもらって最近覚えたんです。あんまり自信ないんですけど、でもまあそんなに評判は悪くないみたいですよ。命をみすじの糸にかけてさむし小さいのめくずれ浮きよかるたの浮きよかる世とやらへ落ちて流れてゆく身じゃないか。泣くな夜明けの泣くな夜明け渡り鳥。意地は男よ、情けは女よ。ママになるな。
私は自分で言うのはおかしいんですけど、すごく人見知りで、だからファンの方にお会いしてもね、気楽に声をかけたりできないので、冷たいとかね、すましてるとかね、偉そうにしてるとか言われたこともありました。でも本当は私自身すごく気にしていて、なんとかもっと親しくと思うんですけど、生まれついての性格なのでなかなか変えることができなくて困っているんです。でも不思議ですね、舞台上がるとまるで普段と正反対に積極的になって、どんなことでも平気にやれるんですから。はにかみ屋で人見知りという私はそう簡単に変わらないかもしれませんけど、その代わりといってはなんですが、ステージの上では精一杯力の限りこれからも頑張っていくつもりです。どうぞ応援してください。私は夢が大好きです。絵を描くことも歌うこともお芝居をすることも私は夢と関係があると思っています。人間が生きていくためにはいつでも夢を持っていなければいけないんじゃないかと思います。宝塚の世界には夢があります。その素晴らしい夢をもっともっと大きく花開かせるために、これからも努力を続けていくつもりです。今こうしてピアノを弾いてると、ああもしたいこうもしたいと私の胸の中は夢がいっぱい膨らんで溢れてくるようです。じゃあ私がピアノを弾いて歌います。別れの朝、聴いてください。別れの朝、二人は冷めた紅茶飲み干し、さよならの口づけ、笑いながら交わした。別れの朝、二人は白いドアを開いて、駅に続く小道を何も言わず歩いた。やがて汽車は出て行き、一人残る私はちぎれるほど手を振る。あなたの目を見ていた。汽車は出て行き、一人残る私はちぎれるほど手を振る。あなたの目を見ていた。あなたの目を見ていた。